スペースエクスプロレーションテクノロジーズ、通称スペース X は、カリフォルニア州放送に本社を置くアメリカの航空宇宙メーカーであり、宇宙輸送サービス会社であるほか、衛星インターネットアクセスプロバイダでもある。火星の植民地化を可能にするための宇宙輸送コストの削減を目的に、2002年にイーロンマスクによって設立された。スプセックスは、 いくつかのロケットのほか、貨物宇宙船ドラゴンや衛星スターリンクを開発しており、これまでにスペース X ドラゴン2で国際宇宙ステーションに人間を飛ばした実績がある。スプセックスの業績には民間資金で初めて軌道に到達した液体推進ロケット民間企業として初めて宇宙船の打ち上げ、軌道周回、回収に成功した民間企業として 初めて宇宙船を国際宇宙ステーションに送り込んだ軌道ロケットとしては初めての垂直離陸と垂直推進着陸を実現した軌道ロケットの初の再利用民間の宇宙船を初めて太陽周回軌道に打ち上げた民間企業として初めて宇宙飛行士を軌道に乗せて国際宇宙ステーションに送り込んだなどがある2020年12月31日現在スプセックスは NASA とのパートナーシップの下、国際宇宙ステーションへの貨物補給ミッションを20回実施しているほか、2019年3月2日には人間が登場するドラゴンに宇宙船の非友人デモフライト、2020年5月30日には初の友人ドラゴンにフライトを実施している。2015年12月にはファルコン9号機が推進力による垂直着陸を達成した。 これは、軌道上での宇宙飛行のためのロケットによる初の達成であった。2016年4月、スプセックス CRS-8 の打ち上げで、スプセックスは第1弾の垂直着陸に成功し、海洋ドローン船の着陸プラットフォームに着陸した。2016年5月には、別の初の試みで、スプセックスは再び第1ステージを着陸させたが、 大幅にエネルギーの高い静止トランスファ軌道ミッション中に着陸させた。2017年3月にはスプセックスは軌道ロケットの第1弾の再打ち上げと着陸に成功した最初の組織となった。2020年1月スターリンクプロジェクトの3回目の打ち上げでスプセックスは世界最大の商業衛星コンステレーション事業者となった。 2016年9月、マスクは乗組員による惑星間宇宙飛行で使用するための宇宙飛行技術を開発するための民間資金による打ち上げシステム、惑星間輸送システムを発表した。2017年にマスクは惑星間ミッションを扱うことに加えて、2020年代初頭以降のスプセックスの主要な軌道上の乗り物となることを意図した新たなシステム構成を発表し、 スプセックスは地球軌道上の衛星配送市場においても最終的には既存のファルコン9ロケットとドラゴンのスペースカプセルの艦隊をスターシップに置き換えるつもりであることを発表した。スターシップは完全に再利用可能なロケットとして計画されており2020年代初頭に予定されているデビュー時には史上最大のロケットとなる予定である。 ISS への補給を行うドラゴン宇宙船2002年にイーロンマスクによりカリフォルニア州エルセグンドで設立される。設立時には同年に買収された宇宙開発大手の TRW 社からロケットエンジン開発に携わっていたトム・ミューラーとそのチームが合流している。2006年に NASA と国際宇宙ステーション物資補給のための打ち上げ機の設計とデモ飛行を行う。 商業軌道輸送サービスを契約した。2010年12月にファルコン9ロケットとドラゴン宇宙船によるコッツデモ飛行を行い民間企業としては世界で初めて軌道に乗った宇宙機の回収に成功した。2012年には ISS に民間機として初のドッキングも成功させ補給物資や実験装置を送り届けた。2014年には NASA と友人型のドラゴン宇宙船の開発とデモ飛行を行う宇宙飛行士の商業上院輸送開発プログラムを契約した。2020年5月に再び民間企業として史上初となる有人宇宙船の打ち上げ並びに ISS ドッキングを成功させた。またその間の2015年にはファルコン9の第一弾により 世界初となる衛星打ち上げロケットの垂直着陸を達成した。以後は他社に先駆けてロケットの再使用を実施している。2016年にはこれまでユナイテッドローンチアライアンス社の独占状態にあった米軍自衛星の打ち上げ市場への初参入も果たしている。スペース X は民間による火星探査や 移民構想も掲げており、2016年にはそのための輸送システムであるインタープラネタリートランスポートシステムを発表した。ファルコン1、ファルコン9バージョン1.0、バージョン1.1、FT、ブロック後、ファルコンヘビーマーリン 1D、スペース X のロケットエンジンも参照ファルコン1はすべてオメルクジマにて打ち上げられている。ファルコン9は、 ケープカナベラルから打ち上げ、ファルコンヘビーはケネディ宇宙センターから打ち上げられている。スペース X は成功したベンチャー企業にもかかわらず、2018年現在、いまだに株式公開を行っていない。同社の評価額は2017年7月時点で212億ドルと見積もられており、これはアメリカの株式未公開企業の中では4位に位置する。 イーロン・マスクは2013年に IPO は火星移民船が定期的に飛ぶようになってからと、また2014年にはどこかのポリエチレンファンドに経営を支配され短期的な利益を得ることに使われるのだけは勘弁して欲しいと語っており、スペース X が創業時からの目標である火星移住構想から離れないよう株式を公開しない考えを示している。ありがとうございます。